はいえー、今回はですね、1年以内に月収100万円を突破する人の特徴ということでお伝えしていきます。まあ、私も速可塾を運営してですね、2013年からなんで、もうおおむね7年ぐらいになるんですけども、もうその中でですね、 あこれは1年以内に月収100万突破したなっていうのが、まあ、30人ぐらいいるんですよ。1年以内にですよ1年以内に月収100万を突破した塾生さんっていうのが。これはですね、私の指導能力が高かったわけではなくて、その方がどのように私からの情報、それから私以外のからの情報を受け止めて、どのように使ってきたかに一重に、ね、そこに行くと思います。私からの情報を同じように受け取っても、右から左抜けてる方とか、そもそも聞いてない方とかはいるわけなんですよね。私かかららの情報を聞いいててないっっことはからっとは他も 的な情報を聞いていればまだしもなんですけどもそうなってないってことで現状が変わらないと自分の資産が増えていかないと月収がそのまんまとかねそういうことなんだと思いますけどもまあ、これは考え方いろいろあると思いますけど私から見るとそうなんですよね私は自分で自分の暮らしを変えてきた 自分の収入を変えてきたってところがありますのでそれと同じような方法をこうやって発信しながらそして一人一人にカスタマイズした方法を一緒に考えていくということでねやっておりますけどもミスターマイアミさんっていうのはあの今マイアミにいらっしゃるんですけどもあの入塾してからね 毎日、いや、入塾前からですよ。毎日のように動画を何本か私のとこに送ってきてくださって、それに対して私も同じ本数の動画をお返しするっていうリレーをやってきてですね、もう3ヶ月経つんで、2人で作った合計の動画ってのは、まあ、2000ああ、2000じゃない、2、300本になるわけなんですよね。で、このやりとりと、あとミスターマゆミさん自身の行動に照らし合わせていくと、この初速っていうのはね、初めての速度、最初の速度っていうのは、まあ、月収100万を1年以内に突破した人のものに、まあ、似ているなというところがあります。 ま,あまだまだね足りないところは私から見るとあるんですけども、まあ、少なくともこのぐらいやらないと自分の人生を変えていくっていう風な土台も作れないなっていうところでございますねはい、ではね今回メールが来てますんで読ませていただきますえー塾層様にはどれだけ感謝しても足りないぐらいです私に希望を与えていただきました、えー、そして、えー、希望あ起業して成功するには塾長の行動力がまず大事だと思いますミスターの矢江さんもねやっぱり行動力ありますねそこでまず私がしていることは 1>, 1、えー、まあ、糖尿病対策としてのダイエットと運動、6ヶ月で1 8キロの減量ということですよね。今ね、1ヶ月で 6kg 減量に成功してるんですよ。だから6ヶ月で1 8キロっていうのは、まあ短期間でグッと落とすのはね、やっぱりドクターのチェックがいると思いますんで、その辺は気をつけてい,きた,いただきたいんですけども、急激に減るのも良くないですからね。ただ1かげ、1ヶ月で 6kg っていうのはね、なかなかの所属だと思います。これから1ヶ月ごとに2キロから3キロを減らしていけばあ、ちょうどですね、半年で1 8キロは、 あしっかりと無理せずに成功するんじゃないかなと思います。はい、頑張ってください。2つ目、YouTube 動画、あ本数300本。起業するのであれば、最低限必要な本数だと思います。はい、最低限必要ですよね。まあ、早くね、1000本を突破してください。はい、3つ目、FX。毎日、熟成の解説と、仲間のトレーダーの動画で勉強した後、トレードするチャンスがあれば、あトレードするということですね。そうですね。えっ、ー、とね、うまくいってる人の、おまあ、 トレードを見て自分でやってみるこの繰り返しだと思いますで、仲間のトレーダーのねトレードもーかなり重みがあって、えー、私よりもね、もう 数百倍優れたものですけどもまあ私はねその分毎日本当にリアルタイムで自分がやってるものを皆さんにお知らせしてますので私がね勝てなかったらもうできませんからどっかで終わりますからね勝ち続けているからこそまあ少なくとも月トータルで勝っているからこそ放送し続けることができますえですんでねそういうところも見ていただければと思いますまあ FX の相場解説も凡事してってございますあのずっと見ていくとね私がねいつも同じことを言ってるのに気づくと思うんですよ例えば今日の相場解説っていうのはあの収束してブレイクって話を しようと思うんですよ。これ収束してブレイクのパターンなんでまあそういったこともね。あ、この前も似たようなパターンのことを言ってたなって、形で私はね。自分がこれは勝てるなと思った時しかエントリーしないんですよ。うんだからわからない時はね。もうわからないんで今日はやりません。っていう。そんな相場解説になりますんで、分かりやすいかと思います。はい、えー、という形でね。ミスターまゆみさんから。 あーメールをいただきましてそして今回もね、えー、熱のこもった動画を2本いただきました、えー、ダイエットが成功したよってこととそれからこれからどういう風に自分の企業に取り組んでいくかってことですよねまあ、こういう風なね宣言ができることと自分のやることの設計図が書けること今回みたいな、ね、メールで書けることそれから毎日自分が何をやってきたのかそしてどこに向かうのかってことが自分で明確になってるってことがこうやって文章化できるってことが大事なんですよそして文章化したら誰かに見せる私にねメールを送らなくてもいいんですけども、Twitter でもう表現するとか フェイスブックに書くとかこういう風なね自分の行動に責任を持ったら発信していくってことそして発信によって自分をねある意味縛っていくそして皆さんに評価を頂い,いてその評価に対して自分が励まされて進んでいくもしくは、まあ、追い詰められて進んでいくっていうね えー、そのぐらいの腹のくり方はできなければ起業して売上を上げ続けるってもっと難しいですからねこの,この今私が言ったこのレベルのことがもしねつまずいてるんだったらもうね月収が増えるとか全くもう全然夢のまた夢なんですよ。 うん、一瞬だけどっかのうまい儲け話に乗ってポンと儲かることがあってもそれは一瞬で終わってそれが次に発展することはない第2フェーズ第3フェーズに発展することはないんですよね、まあ、そういう意味では Mr.MyMy さんもこれからね第2フェーズが待ってます自分があ体験した成功体験ですねこれが自分がね、えーまあ、ゲットしてきた成功体験を今度はあ誰かに伝えることによって自分のファンを作っていくってことですよね これがで、きるかかどうかってことなんでですよで、えー、その一番の方法は自己アフィリエイトをやって売り上げを作ってそれを一人でも多くの方に伝えていくことによって自己アフィリエイトってすごいねって人を自分の第一人のファンに据えることなんですよね。これがミスターマヨミさんもしくはあ自分でね起業したいなって方の顧客の作り方なんですよ。コミュニティの作り方なんですよ。自分の例えば熟成の作り方なんですよ。これ以外は非常に難しいんで私はお勧めしません。まあそういった形でね、今回の動画はあ以上でございます。えー、月収100万円を 1>, 1年以内に達成する方の特徴ということでねお届けしましたけども皆さんどうお感じになったでしょうかそれでは失礼します。